はい、こんにちは。東大合格受け用人の時田博光です。今回はこちら、バン。共通テストで最初に解くべきおすすめ問題とはという記事がヤフーニュースに載っていたので、こちらを、えー、紹介していきたいと思います。元記事はダイヤモンドオンラインということです。はいえー、記事を読みながらですね、えー、私の感想も一緒に、えー、述べていきたいと思っております。 はいで、えー、見ていくと、たった90日で劇的に成績を上げる新メソッド、一挙公開ということで、こちらね、最初に、あのー、こちら、本ですね、書籍、えー、著者の方のえっ、ー、と最近出たやつですね、えー、逆転合格90日プログラムっていうね、えー、紹介がありました。すすごいいですねねこのタイトルめちゃくちゃゃく強い、ね <laughs> はい、で一挙公開、えー、学年最下位で取っていた落ちこぼりが勉強に目覚めたった90日で兄弟模試 D 判定 A 判定、えー、全国一位にそして兄弟に合格その時の勉強法を再現性あるものに練り上げいつどの教科をどう勉強するのかという受験戦略を構築その勉強メソッドをまとめた「逆転合格90日プログラム」が10月11日に発売された、えー、これ去年のね えー、10月11日かなこの特別機構はその著者であり予備校講師として京大、えー、総計医学部など多数の合格実績を叩き出している篠原好みさんですね氏、えー、が語る共通テスト対策ということです はいえー、まず1つ目が緊張しないテクニックとおすすめ問題っていうのを紹介されていました、えー、これは本日はえ共通テストでえ緊張しないテクニックとそれに関連して最初に解くべきおすすめ問題をえ紹介しますまず緊張しないテクニックからですということですはい1つ目のテクニックが緊張してる方が有利だと知るということですねどういうことでしょう実は心理学的には緊張してる方が結果を出しやすいことが実証されていますなので緊張してることはいいことだむしろ有利なんだと思っておく っていうことですね。これね、あの私も生徒によく言うことなんですが、緊張しろがパフォーマンスをこう上がっていくんですね。えー、と普段取れない点数が急に取れるようになるっていうわけではないんですけど、緊張してるっていう状態の方が、えー、こう体がですね、えー、脳もそうですけれど、えー、どういうふうにこれを突破しなきゃいけないのかとか、今までこう頭にね入れてきたものとか、えー、とこう身につけてきたもの。 練習で取り組んできたものっていうのをそれを活かしてこの現状を打破しようみたいな風に動きやすいんですね。えー、っていうことがまあ言われてると。 いうところです続き見ましょうそして緊張していることをもみ消そうとするのではなく受け止めようとしてくださいということですねこれも緊張してない緊張してないぞみたいなね <laughs> 大丈夫大丈夫だ緊張していないんだみたいな感じでもみ消すんじゃなくて受け止める緊張してるよってねちゃんと自分で受け入れるっていうのは大事うんこれも私も同感ですね当然大学受験なんですから緊張することは当然です緊張は邪魔だいけないことだと思うのではなく緊張することはむしろ有利になっている受け止めようと思ってくださいはいこれがテクニック1つ目でした2つ目のテクニック テクニックが試験開始前のルーティーンを決める。はい、試験前のルーティーンを決めておきましょう。ということです。ルーティーンというのはねえー。昔、五郎丸選手がこう。あのキックをね。あのえー、キックする前に。 ゴロ丸ポーズっていうね、えー、ものをしてから、毎回こう、あのキックをするっていうのがありましたが、その感じで、えー、っと試験をね、受ける前に、まずこれをするみたいなのを決めておくみたいな感じです。例えば、えー、試験を受ける前に、えー、3回ぐらいね、深呼吸をするとか、そういうことを決めるっていうのがルーティーンを決めるっていうことですね。続きいきます。特にルーティーンに取り入れることをお勧めする動きが呼吸です、はい。よく大リーガーの野球選手はガムを噛んでいますが、 ガムを噛むって、ね、ガムを噛むことによって呼吸を整えパフォーマンスを最大限に発揮することが目的ですということですだから、うん、なんかあいつガム噛んでてね態度悪いねみたいな感じで思うかもしれないけどあれは実はパフォーマンスを最大限に発揮することが目的だということです試験開始5分前から、えー、試験開始までは着席し 着席してから特にすることがありません何もせずそわそわしていると過度に緊張してしまうので呼吸のルーティーンをね、えー、決めましょうということです私は20秒1セットとして言いました5秒かけて息を吸い3秒止め12秒かけて息を吐きますこれを、えー、時計の秒針を見ながら正確にやっていくと雑念がなくなりリラックスした状態で5分後を迎えることができます特に息を吐くことで不交感神経を優位になりますからそこでリラックスしていきましょうということでしたね はい、でそしてテクニック3つ目気持ちよくスタートを切れる問題から解き始める一部の試験ではページをめくるペースまで指定されていますが、うん、これは多分あの、えー、っとリスニングとかそういうことですね共通テストでは自分の好きな問題から解き始めることが、ね、可能です。 え、いうことですね。あの、この、えっ、ー、と、こからね、あのめくらなきゃいけないね、こ,あのこの先めくっちゃいけないよみたいなリスニングテストがね、あの資格試験とかであるんですよ。とか、まあ、リーディングとかもそうですけどね、えー、あったりしますが、共通テストは自分の好きな問題からいけるよってことです。 で最悪のケースが1問目が解けなかった。えー、その後頭が真っ白みたいなね <laughs>。となってパニックになってしまうことです。そこで今のうちに得意な大文を作ることをおすすめします。気持ちよくスラスラと1問目を解くことでパニックを回避しましょうということです。以下おすすめの大文ですということで、篠原さんが最初に解くべきおすすめ問題というのを紹介します。えー、英語は大文1だと。 でそれから数学 1A に関しては2次関数またはデータの分析ということですね。でそれから数学 2B に関しては微分析分またはベクトルということでした。でここは漢文ということですね。 はい、それに理由についてね、えー、以下で説明しています。ちなみに共通テストで基本的に1問目は優しく作ってくれています。特に英語はだんだんと長文が長く難しくなっていく傾向があるので英語は大問1から解きましょう。数学は大問1から解くことに慣れているのであればいいのですが2次関数などの単元は問題のパターンが決まりきっているため優先的に解くことをお勧めします。国語も大問1の評論文が苦手であれば漢文から解くことをお勧めします。漢文は近年問題が液化しておりあー、えっと、気持ちよくスタートを切れるからです。 っていうことですね、はいえー、これに関してなんですが確かに英語はね「大問一からこう優しめにこう作っているんですけど「大問一でちょっとこの解き方でこう,こういう問題見たことないなっていうのがもし来たら飛ばして。 ね、見るっていうのも一つ手かなと思いますし2、えー、次関数に関してなんですけどこれもねちょっと分かんないなと思いますというのも、えー、っと共通テストのね一番最初の年の2、えー、次関数の問題普通だったら2次関数のグラフがね、えー、パッと出てくるんですがいきなりなんかこうえー、っと えー、陸上競技の、えー、っとなんか定義みたいなのが書いてあってその定義からあの考えていくみたいな、ね、読み取り問題読解問題だったんですね。えー、でそれを最初に見た時に「え2次関数の問題どこ行ったの?」みたいな感じでパニックになった人いるんじゃないかなと思いますので自分が見たことあって解いたことがありそうな形のものを最初に解くっていう感じで、えー、考えるのがいいのかなと思いますね。 はい、で数学 2B に関しても一緒ですけど、えー、と自分がやっぱり見たことあったり、えー、解いたことがある取り組んだことがあるパターンに関して、えー、見てあこれは知ってるかも、ね、見たことあるかもってやつを先に探すっていうのは共通してるのかなと思いました。はい、今回の記事はねこんな感じですが、えー、概要欄の方から飛びますので、えー、とまた篠原さんのね YouTube に関しても90日メソッドに、ねえー、関しての、えー、詳しい解説みたいに載っていますのでそちらも、えー、合わせて載せておきますのでぜひ見てくださいそれでは今回以上ですグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします